夏の日本代表に玉薫トーナメントあります。三笘薫が26日、練習後に取材に応じ、自身の状態について明かした。昨年12月に負った左足首痛の影響で、5日ぶりに全体練習合流。この日はフルメニューをこなし、痛みは大丈夫です。決勝トーナメントは一発勝負だし、負けたら終わり。自分も出るつもりではいますし、心も体も整ってきているとは思いますなどと語った。ミニゲーム中には接触で左足首を再び痛めるようなシーンもあったが、笑顔でプレーに戻った。次の試合でいけそうですね、三笘さん頼みます。とりあえずラウンド16戦の後半から少し出て慣れてほしいな。三笘が復活するためにもバーレーン戦の理想は早めに決着つけたい。三笘これイラン戦には完全復帰できそうじゃん、最高すぎる。左サイドの途中出場が来年から三笘に変わるのはだいぶ違うわ。来年スペースないときついからな。決勝韓国対日本になれば全く同じ時間にイングランドでソン・フンミンと三笘不在のスパーズ対ブライトンやるんだう、激アツすぎるそれを。とは言いつつ三笘復帰したとしても活躍できるかは別だし、コンディション的にこんな感じでも森保が招集した判断すげー。三笘、だけ、伊藤の2列目が見たいなだけのコンディションも上がってほしい。これで決勝の韓国戦みたい。